こんにちは、絶景プロデューサーの志保です。今回は星のや東京1泊2日滞在記をお送りします。東京駅に近い大手町にある星のや東京へやってきました。2016年に開業した東の日本旅館がコンセプトのお宿です。旅館というと平屋のイメージがありますが、ここはタワー、その中に旅館の要素を詰め込んだ新しい旅館なんです。外観は一見真っ黒ですが、よーく見ると細かい模様があります。これは江戸時代に発達した麻の葉くずしという模様なんです。江戸小紋の一種ですね。このように星のや東京の中では随所に江戸時代を感じられる工夫がなされているんです。さあ、早速中へ入ってみましょう。いらっしゃいませ。入り口を入ると中は畳敷き、そして左側は何だと思いますか？これは実は木で作られた壁一面の靴箱。星のや東京は入り口で靴を脱いで、館内は全部裸足で過ごすんです。畳から香るいぐさの匂いが心地いいですね。エレベーターへ乗っていきます。なんとエレベーターも畳でできています。私初めて見ました。建物は地下1階、地上17階まであって、建物はすべて星のやの施設です。1階が玄関、17階に温泉、そして地下にレストランがあります。3階から16階が客室で、全部で84室。チェックインは自分が滞在するフロアで行います。今回は9階。9階です。9th floor。エレベーターを降りると目の前にあるのがお茶の間ラウンジ、そして両サイドに客室があります。ワンフロアたったの6室。このお茶の間ラウンジはこの階に泊まっている人限定のスペースです。24時間空いていて、自分のお部屋と続くお茶の間のように利用できるんです。このラウンジには自由に食べられるお菓子がいっぱいあります。さて、何があるかな。この日はひな祭りをイメージした春のお菓子がたくさんありました。例えばこちらは福島県の白桃のセミドライフルーツ、そしてこちらは東京にある創業80年の老舗水耕堂さんのいちご大福。いちご大福が食べ放題ってすごくないですか。そしてこちらは徳島県あかねやんさんの果実を使ったゼリーのようなお菓子です。私は滞在中一つずつもらいましたが、結構お腹いっぱいになりました。そしてまだまだあるんです、食べ放題のお菓子。こちらはおせんべいなどのしょっぱい系のお菓子ですね。これも食べました。そしてお菓子だけではなくて飲み物もたくさん種類があります。緑茶やほうじ茶、紅茶やフレーバーティーがあります。もちろんペットボトルのお水やコーヒーも準備してありますよ。そしてまだまだあるんです。ご紹介していきます。こちらはシルコサンドや星梅、そして星のやオリジナルのおせんべい。これは結局食べる時間がありませんでした。そしてこちらの冷蔵庫を開けると、なんとこちらも飲み放題、ジュースやコーラ、さらにエビスビールまで、なんと飲み放題なんです。いいですね。もはやここにも泊まれちゃいそうですが、まずは今回滞在するお部屋に入っていきます。今回泊まるお部屋は9階にある96番というお部屋です。よいしょ。まず入り口の前にある扉を入って、これがなんとルームキーになっています。この鍵のマークのとこにね、合ってます。開いた。
部屋に入っていきます。わあ、広い。左にベッドがあって机があって、なんとこっちにソファーもあります。奥に扉があるね。ちょっと奥から行ってみましょう。何かな何かな、じゃん。あ、バスルームです。はい、左に浴槽と洗い場があって、2つ洗面台と、なんとバスルームにも湯上がりどころ、ベッドじゃなくてソファーがあります。鏡大きい、使いやすいですね。どうも。はい、で洗面台2つあるし、このメイク用のリングライトもあります。でアメニティも、このスキンケアセット、レディースとメンズがあって、ちゃんとこれもクレンジングから洗って5番5ステップあります。あとはそれ以外のアメニティもシェービングジェル、綿棒、シャワーキャップ、コットン、クシ、歯ブラシなどなど一通り揃ってますね。そしてここがお手洗いになってまして、よいしょ、はい、近づくとトイレがお出迎えしてくれます。入らないよ、バイバイ。はい、よ、じゃあリビングに戻りまして、はい、奥から見るとね、お部屋こんな感じです。ちょうど今光が差し込んで、この影がめっちゃ綺麗に出ています。よいしょ、この机、ここでね、朝部屋で朝食を食べます。ここがお茶飲み場で、ここの外にお茶がもっと種類があって飲み放題の場所があるので、ここには少ないんですけれども、自分でお茶を入れることもできます。そして、はい、はい、こちらがベッドです。ちょっとね、これ一回寝た後にもう一回シートを頑張ってリメイクしたので、ちょっとシワシワですが、すごいふかふかで気持ちがいいです。よいしょ、わ、ふわふわ、これもふわふわで気持ちいいし、枕も大きさと硬さが違うのが2種類用意してあります。向こう側はなんと会社の、なんかの会社のビルがあります。ロールスクリーンで完全にシャットアウトすることももちろんできます。さて最後の扉を開けてみます。さあここはなんだ、じゃじゃん。はい、ここはクローゼット、ウォークインクローゼットになっています。なので自分のコートとシワにしたくないワンピース、そしてトランクをここでいろいろ広げられると、ね、長期滞在の人はここにいろいろ洋服も入れられます。でここの引き出しを開けると、よいしょ、はい、着物とサムエがあって、館内は着物で歩くことができるので、自分の洋服じゃなくてもゆっくりと過ごせます。男性用と女性用があります。で反対側からクローゼットを出ると、よいしょ、はい、ここ入ってきた入り口です。なので結構もう一周が広いですね。部屋の全体はこんな感じです。この聞くタイプのお部屋はツインベッドのお部屋もあります。友達や家族との旅行ならこっちの方がいいですね。この聞くタイプの定員は最大3名まで泊まることができます。この太陽の光が
窓から入るとこうやって建物の柄が畳に映るのめちゃめちゃ綺麗。ああ消えちゃう。実はスタンドライトにも江戸小紋が隠れているんです。よく見ると矢羽柄が隠れています。これも江戸小紋の工夫ですね。さて今回は桃の節句期間中ということで2階にあったお菓子どころへ行きます。こちらも無料です。好きな和菓子と日本茶をペアリングしてこちら食べることができるんです。どんな和菓子があるのかな。わあ、全部かわいい。この中から好きなものを選びます。選べない。そして選んだ和菓子に合う日本茶を選んでもらいます。結局私は2つ和菓子を選んだのでそれぞれ似合うお茶を入れていただきました。私が選んだお菓子とお茶がこちらです。かわいいでしょ。はい、いただきます。とっても美味しくいただきました。そして5時から7時の間には酒ラウンジも無料で開催されています。こちらでは日本酒の飲み比べができます。甘酒などのノンアルのドリンクもありますよ。チョコもたくさん種類があるんで悩んじゃいますね。またお酒だけではなくてあても用意されています。この日は豆腐田楽とそれにのせる吹き味噌や桜おろしなど3種類が用意されていました。私は甘酒と2種類の田楽をいただきました。食べてばっかりですね。そして酒ラウンジでは1日2回伝統曲芸が鑑賞できます。日本語と英語両方で解説をしてくれるので外国の方も大盛り上がりでした。さあ聞いてみましょう。 I'm going to speaking some items on the umbrella Japanese でおめでとうございます。ジャパニーズラッキーパフォーマンスでございます、いろんなものを回しながら実はいろんなお願い事をしますが早速難しい金の輪っか、リング、これをスピニング、回していきたいと思います。バランスとディフィカルト、バッとスピニング、うまく回しますと日本語では皆々様の金、回りが良くなりますように商売に繁盛を願いまして元気に回します。はい、おー、ございます。スローリースローリーまずは長い板、ディスボード、これを乗せます。よいしょ。慎重に慎重に。あ、ティーカップ、これを一つ。はい。アンド、ディスボード。ポンポンズ、房のついた棒を長い板の横に、はい、乗せます。ラスト、はい、よいしょ、はい、乗せます。さて6時になったので夕食のために地下1階へ。ダイニングは地下なので内観のデザインは地中がイメージされてるんです。
確かに言われてみると地層みたいですね。触るとなんかちょっとザラザラしているようです。うん、いい感じ。夕食は基本的に部屋ごとの個室でいただきます。さあ、どんなお部屋でしょうか。ダイニングの料理長さんは世界的な賞も取っているフレンチのシェフの方なんです。そんな今回のメニューは日本キュイジーヌというコースです。魚を中心に構成されている和食とフレンチのマリアージュのようなコースです。メニューもなんだか哲学的でね、見てちょっとわからないメニューもあります。楽しみですね。さて、最初に出てきたのがこちら、化石チュイルと白子のフリット。味が想像できますか。そして一品目、提灯の中から出てくるのは、こちらはあん肝と金柑、柚子のメレンゲというお料理です。パフォーマンスがすごい。ちなみに苦手な食材がある場合は別の料理に差し替えてくれます。そしてコースの目玉がこちら、5つの石というメニューです。かわいい。天然石の上に一口サイズのお料理が5つ載っているんです。左から順に小肌のルーロー、ボルシチ、クワイとシジミのコロッケ、そしてエビのメルケーズ、栗とニシンの赤ワイン煮込み、これら一つずつがゴミを表しているそうです。おしゃれ。続いては金目鯛と馬肉、臭みが本当になかったです。食べやすい。そして香箱ガニのフラン、甲羅を開けてみるとシュワシュワしたスープのようなものでした。すごくあっさりとしてましたね。こちらもおしゃれ。続いてユリネのムニエル、焦がしバターがめちゃめちゃ香ばしかったです。そしてメインディッシュは一体なんだ。じゃん、おお、美しい。あー、すごい。こちらはサワラの燻製。よく見るとこちら星のや東京のロゴの形をしてますね。かわいい。そしてこちらからデザート、いい香りがするということだったので嗅いでみました。いい。こちらは大葉とメレンゲのソルベ。美味しそう。こちら2品目はいちご飴というデザートです。え、あー、すごーい。見た目も中身もおしゃれ。そしてこちらが最後のデザート、お楽しみ、マカロンなどの一口サイズのデザートです。本当にたっぷりのコースでお腹いっぱいになっちゃいました。さあ、夕食を終え9階に戻ってみると、先ほどお邪魔したお茶の間ラウンジになんと夜食が用意されていました。これも食べ放題なんですが、残念ながらお腹がいっぱい。そして次はお待ちかねの温泉へ。最上階の17階に上がります。この大浴場は温泉、この東京ど真ん中に温泉が湧いているんです。びっくり。17階です。17階に到着すると左手に男湯、そして右手に女湯があります。
温泉は宿泊者限定です。今回はやってないんですが、スパも同じフロアにありますよ。さて、禁断の女湯へ入ります。撮影許可をいただきました。脱衣所はこんな感じ。めっちゃ入ったんですが、混雑することは一切ありませんでした。入りすぎだねスキンケアはクレンジングから化粧水までずらりと勢揃いでした。部屋から手ぶらで来ることができます。髪ゴムなども用意されてましたよ。この大手町温泉は地下1500メートルから湧いている強塩温泉なんです。塩分がとっても強いので温浴効果で体がポッカポカになります。それで疲れも癒してくれるんですね。さあ、早速温泉に入っていきましょう。どんな温泉かな。中に入ると左に内湯、そして右側に洗い場があります。数も十分ありますね。さあ、お湯の方に入っていきましょう。お湯は結構厚めで42度ぐらいに設定されています。そして内湯から外を見ると、なんとのれんがかかっているところがあります。そこに向かってみましょう。すると、なんとそのまま外の露天風呂につながっていました。これはびっくりですね。外気は結構涼しい、だから42度になってたんですね。この露天風呂、上を見上げるとなんと天井がなく、そのまま大都会の空を見上げることができるんです。撮影したのが昼間なので、この時は青空が見えました。夜はね、闇夜で真っ暗になるそうです。温泉の泉質は顔洗うだけでもしょっぱいって思うぐらい、めちゃめちゃ濃度が高い、最高ですね。私実は温泉ソムリエの資格を持ってるぐらい温泉大好きなんです。そして風呂上がりといえばこれ、なんと瓶の牛乳とコーヒー牛乳が飲み放題なんです。最高、3本ぐらい飲んじゃいました。さて、夜はふかふかのお布団で就寝です。おやすみなさい。そして翌朝6時半、目覚ましが鳴ったんですが、お布団が本当に気持ちよかったんで二度寝をしてしまいました。でも頑張って起床します。なぜならば朝7時から予定があるからです。それは毎朝行われる目覚めの朝稽古のエクササイズです。こちらも無料です。息を吸います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、何をやっているかというと、こちらは北辰一刀流の剣術をアレンジしたエクササイズなんです。息を吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、
思います。深呼吸を取り入れた運動で眠気もさっぱり、うっすら汗もかいちゃうほどでした。さて次はお部屋で朝食です。あらかじめ時間を決めておくとお部屋まで運んできてくれます。開けいたします。はい。おお、あ、すごい、サラダだったんだ。サラダとデザートの2種類を用意しております。あ、こうなってるの。そうなんです。そして
して一番下の段には季節の小鉢が4種類ご用意しております。すごい、こうなってるんだ。メインの蓋お開けいたします。はい、あ、メインのお料理は熱々に召し上がっていただけるようにご用意をしております。本日はカマスの幽庵焼き。はい、カメラが曇ってしまいましたが、朝食はこちらです。洋食と和食から選べます。これは和食。ご飯は一膳ずつ、なんとお釜で炊かれているんです。朝から満腹です。和洋で各2パターンあるので、連泊しても違うメニューが楽しめますよ。朝食後に一息ついたら、次は茶の湯の時間です。日本のおもてなしである茶道を体験することができるんです。まずスタッフさんが立ててくれたお茶をお菓子と一緒にいただきます。おいしい。そして自分の番、レクチャーを受けながら茶の湯を体験してみます。実はね、昔ちょっとだけやったことがあるんですが、完全に忘れていました。残念。見よう見まねでやりましたが、うん、それなりに美味しくできたはずです。久しぶりにやると楽しいねさて、残念ながらチェックアウトです。チェックアウトは12時です。フロントの様子はこんな感じです。レストランの予約もお願いするとやってくれますよ。今回泊まったお部屋は菊というお部屋でしたが、その他にもユリと桜というお部屋があります。今回はユリのお部屋も見せていただきました。こちらがユリというお部屋です。菊よりコンパクトですが、これでも十分の広さですね。畳にソファーが直接置いてあるのが、なんとも星の屋っぽいスタイルですね。そして気になるこのガラスの部分、なんと浴槽なんですが、中が丸見えです。じゃあどうやって入るかというと、はい、このようにスイッチを押すと曇りガラスに変化するんですね。すごい。分かりづらいので、浴槽の中からもう一度。ベッドが丸見えですが、パチッ、はい、このように曇りガラスでベッドが見えなくなりました。すごい仕掛けです。さて、今回1泊2日で滞在した星のや東京、もう本当にやりたいことが多すぎて、正直時間が足りませんでした。その他にも様々なプログラムや体験があるので、ぜひサイトを見てみてくださいね。今回の動画の感想や質問はコメント欄でお待ちしています。以上、絶景プロデューサーのしほでした。バイバイ。